アンリ・ミショーは、ベルギー生まれのフランスの詩人、画家。得意なイメージや内面的風景を備えた詩によって、またアンフォルメルの先駆けとなった絵によって、20世紀の文学と美術において、独自の地位を占めた。長らく、ブランショやピンチョンと同様の、顔のない作家だったが、晩年には、ブラッサイラによるポートレートも公開されている。アンリ・ミショーによる、抽象構成。 アンタイトルド1899年、ベルギーナミュールの裕福な家庭に生まれる。1906年から1910年まで、カンピーヌ地方の小都市、ペットグラゼードの寄宿舎で幼少期を過ごす。後年この時期を惨めで辛い経験だったと振り返っている。1911年から1914年まで、イエズス会の私学校で学ぶ。1920年には、スイフとなり、 翌年にかけて世界中を旅した。ベルギーに帰国後、ロートレアモン白シャクラから刺激を受けて、本格的に文学に取り組み始め、作品を発表するようになる。1923年に、詩集、紀元の具は、夢と足を観光。1924年には、パリに移り、ジャンポーランやジュール・シュッペルビエルらと親交を結んだ。 また、アンドレ・ブルトンをはじめとするシュルレアリストたちとも知り合ったが、作風において親近性があったにもかかわらず、ミショーはシュルレアリスムには関与しなかった。このことについてオースターは、ミショーは、ある意味で、いかなるフランス詩人よりもシュルレアリストだと言えるが、運動自体には全く関わっていないと述べている。この頃のミショーは文学には取り組んでいたが、絵画に対しては、 今わしい現実の反復だとして、嫌悪の念を抱いていた。しかし1925年に、クレイやエルンストラの作品に触れたことで対象の再現に、とどまらない絵画の可能性に目覚め、絵の制作にも、創作意欲を向けるようになる。詩を書くことと絵を描くことのどちらもが創作において、重要な位置を占めるようになったミショーは、後にその違いを表現して、書かれた文字は、 ネバネバする愛棒、すべてが後から、後からやってくるものであり、デッサンは生まれたばかりのもの、生まれつつある状態、無心と驚きの状態にあるものだと述べている。1929年、死を含んだ旅行記、エクアドルと死集、我が領土を観光するなど、精力的に文学に取り組む。すでにこの頃には独自の作風を確立し、以降も死と三分の間を漂いながら、 未章特有のイメージ、得意な光景、独特の施作や、心情の発露、架空の国を物体にした内面的世界の展開といった点で特徴付けられる作品を作り続けていくことになる。また、絵画の制作も1937年から本格化し、同年にはパリのプレイヤード画廊で初の古典を開いた。絵画においては一貫して不定型なフォルムや、 絵の持つ動きが追求され、そのような描画の中にしばしば人の姿や顔のようなものが立ち現れている。その不確かなフォルムは、アンフォルメルの先駆けであるとともに代表作の一つともなっており、ミショーはアンフォルメルの代表的画家の一人であるジャンディー・ビュッフェの作風に惹かれて、信仰を結び、互いに刺激を与えあった。詩と絵画奏法における独創性によって一部では、 高い評価を受けていたミショ章は、1941年にジッドが観光したアンリミショ章を発見しようによって、広く知られるようになる。第二次大戦後もミショ章は創作の探求を推し進め、また、絵画論を観光するなど、その独特の個性を示し続けた。1954年からはポーランに進められて、メスカリンをはじめとする幻覚剤の効用を試し、その効果の下でとや 絵の創作に取り組む実験を行っている。その創作意欲は最晩年に至るまで衰えることがなかった。1984年、パリで死去。アンリミショ賞刺繍総書、20世紀の詩人19個組、英字役、小沢書店。ありがとうございます。